のままバイデン氏はトランプ氏を逆転するのでしょうか。両社長の見方は、从每天出货的情况来看的话，还是特朗普的居多。確かに 4% バイデン氏上回ってるけど、もっとアピールが必要だね。力強さがないというのです。国民ネーションズボーター、実は両社長は前回の大統領選も注文数をもとにトランプ氏の逆転勝利を確信しました。交期很短，所以会做一个预判，就比方说这个特朗普要货的比较多，那么他们就会做一部分库存，应该三个月之前吧。なんか強いんじゃないかって、トランプが強いんじゃないかって、なんか不安を、一抹の不安を感じる。選挙情勢の見極めが必要です。なんかデモクラティックパーティーはもっと、民主党はもっと頑張らないと勝てない。前回の大統領選で現チャンピオンのトランプ氏の勝利を予測していたことに注目。世論調査は実態を反映していない可能性があるが、選挙グッズの注文量は誠実だとしています。周辺の街でも、ありました、選挙グッズです。